こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は2024年の横浜 DeNA ベイスターズの戦力外予想を行っていく。この手の企画は気を良くしない人もいらっしゃるだろうけど、オフの補強、ドラフト指名傾向の予想も兼ねた企画なのよね。本題に入る前に、ルールの説明といくつかの補足を行う。過去の戦力外予想動画をご覧になられた方は、この部分はスキップしてもらって構わないので、概要欄の目次を利用して、聞きたい箇所に進んでください。まずこの動画では支配下登録枠の選手が対象だ。育成枠の選手は対象外ね。また、引退の可能性がある選手もリストアップしている。退団理由関係なく、チームを去る可能性がある選手をピックアップしたのね。現役ドラフト候補、育成契約への移行予想は積極的に行っていない。故障状況は外部からわかりづらいからね。最後に、この動画は2024年8月15日終了時点の成績に基づいているので、状況が変わる可能性があることもご留意ください。選手個人の成績はもちろん、チームの順位や現政権の続投の有無によって、翌年の方針が大きく変わる場合があるからね。少々前置きが長くなったが、本題に入っていこう。まず現在のチーム状況から振り返っていこう。106試合を消化した時点で、50勝54敗に分け、首位広島と 8.5 ゲーム差の4位。ちょっとペナントが遠のいたわね。3位阪神とは 4.5 ゲーム差なので、まだクライマックスシリーズの見込みはあるが、ここから優勝争いするとなると、大型連勝が必要だろうな。それこそ2016年に日本ハムが首位と最大 11.5 ゲーム差をひっくり返した時に、15連勝したシーズンがあったみたいにね。現在 B クラスのベイスターズだが、得失点差数はプラマイゼロ。これは本来なら勝率5割前後となる戦力であり、決して悲観的になる状況ではない。開幕前は今永翔太、トレバー・バウアー投手らが退団して、かなり厳しいシーズンになると予想してた評論家も多かったけど、かなり健闘してるよね。チームの強みになっているのは、得点数、本塁打数リーグ2位の強力打線だ。複数の主力投手退団を野手陣がカバーしたのね。一昔前のハムスタといえば、本塁打が出やすいヒッターズパークとして知られたが、近年は重要な球場になっている。それでいて12球団で最も点が入りやすい神宮本拠地のヤクルトと得点数にほとんど差がないって、すごいわ。球場補正を考慮した WRC プラスで見ると、DeNA は12球団中2位となる108を記録している。セリーグの球団で100を超えているのはベイスターズだけで、同一リーグで2番目に高い巨人は94。DeNA 打線がリーグ内でどれだけ傑出しているかが伺えるわね。タイラー・オースティン、牧秀悟、宮崎敏郎、山本雄大など、多くのポジションにベスト9級の野手を抱える、タレント集団である。それでいて今シーズンは渡来勇樹、海老名達夫、梶原幸輝など、若い世代が一軍戦力として台頭しつつあるしね。加えてファームには球界屈指のプロスペクト保守松尾志音を有しており、その他にも森慶と、井上健と、石上大輝、茅野直人など、二軍で好成績を残している若手野手が多数いるんだ。全員が期待通りに活躍できるかは未知数だけど、これだけ若い世代の野手を揃えられてるのはかなりの好材料ね。近年を振り返ると、2010年代後半にリーグ連覇を果たした広島と西武のように、プロスペクトの野手たちが充実している状況だ。悲観するほどではないって言ってた意味がわかったわ。野手で懸念材料を挙げるならば、一つは長打力の供給がややベテランと外国人依存度が高いことだ。宮崎選手は35歳で、オースティン、筒香選手もすでに32歳だもんね。中長期的に長打の供給を計算できるのは26歳の牧のみ。今後の若手の成長、ベテランの衰えの度合い、補強などで状況は変わるけど、確かに気になる要素ではあるわね。幸い打撃ポテンシャルに優れる野手は多いので、彼らの打撃開眼に期待したいところだ。二つ目の懸念点は正遊撃手が定まっていないことだ。結局今シーズンも確たるショートのレギュラーは生まれなかったもんね。抜群の守備指導を誇る森、打撃型の石上、ファームで成長を見せた林拓磨など、光る才能を見せている遊撃手候補が複数人いるため、最悪の事態ではない。ただ、遊撃手は最も守備の難易度が高いポジションであり、プロスペクト選手でも望み通りに定着しづらい。若手遊撃手たちの成長をどう見込むか次第だけど、野手の将来の見通しをより盤石にしたいなら、ドラフトで獲得したいところね。幸いショートの選手は仮に遊撃手に定着できずとも、他のポジションで耐性するケースもある。DeNA 関連だと、梶谷隆之、桑原正幸、太田大志選手らはもともとショートだもんね。牧、松尾選手もアマチュア時代はショートで出場することあったし、野手の陣容をより盤石にする布石を打つのか、オフのフロントの動向が楽しみで仕方ない。で、一方の投手陣の方はどうなのよ？無言も一種のリアクションね。
ここまでチーム防御率、失点数はいずれもリーグ5位。得失点差で大きなプラスを生み出せない要因はここにあると。ただ、投手陣は実際の失点数ほど失点抑止力に問題があるわけではないんだ。え？そうなの？投手の個別の能力を示す指標である K%、BB%、フィップを見ると、これらはいずれもほぼリーグ平均と同等なんだ。もしかして味方や守の守備に足を引っ張られてるってこと？実はベイスターズのチーム守備貢献は12球団中11位なんだ。野手陣は穴の開いたバケツ状態になってるのね。失点抑止は投手の頑張りだけではなく、味方の守備力、球場のサイズ、運など、様々な要素によって構成される。複合的な要因で、チーム失点数は加算でしまってるけど、投手だけのパフォーマンスをくり抜いてみると、実はそこまで壊滅的ではないのね。もちろん投手陣に課題はあるが、投手力を必要以上に問題視してはいけない。チームの失点数が多いからといって、投手陣に大きな問題があると判断するのは危険なのね。じゃあ、投手の補強優先度はそこまで高くないの？いや、課題を挙げるとするならば、若手先発陣がやや枯渇していることだろうか。今季の先発陣の投球回数を見てみると、エース東克樹がすでに140イニングに到達。ついで、アンドレ・ジャクソン、アンソニー・ケイが、それぞれ107、100回3分の2を消化しているんだ。新外国人の両輪がいてくれて本当に良かったわね。ただ4番定価を見てみると、大貫慎一が70回3分の2、浜口春弘が46回3分の2となっている。3本柱以外に年間通してローテを守れた投手が不在なんだ。平健太郎、石田健太らの実績あるピッチャーに故障が相次いだのは痛かったな。平投手は健康体ならチーム屈指の先発なのに、なかなかフルシーズン稼働できないのはもどかしいわ。またここまで名前を挙げた投手たちは、いずれも30歳前後で、最も若いのは28歳の東、ジャクソンの2人だ。主力先発はいつ衰えが始まってもおかしくない年齢に差し掛かっているのね。外国人選手との契約は短期的になりがちなことを踏まえても、若い世代の台頭は必要不可欠な状況だ。誰かいい若手はいないの？今季の DeNA の25歳以下で、最も先発投球回数が多かったのは22歳の石田雄太郎の41回。ついで25歳の中川隼の28回となっている。25歳以下の先発が全然投げてないじゃない。ファームでは21歳の小園健太、19歳の森下雄大、23歳の庄司春と、22歳の松本雄之介らが、先発で登板機会を重ねている。ただ現時点では翌年の戦力化を見込めるほどの成績は残せていない。まだまだ時間がかかりそうな状況なのね。近年はトレーニングや投球フォームの動作解析が進み、野手に比べて、投手は短期期間で劇的にパフォーマンスを向上させる例もある。しかし、そのような急成長を過度に期待することは、編成戦略上適切ではないだろう。となると、ドラフトでは投手の方がプライオリティ高くなりそう？若手先発候補のポテンシャルをどう見込むかだが、将来的なエース候補の獲得はぜひ検討したいところだ。ただ、前述の通り、現在のベイスターズは若手野手の人材の宝庫でもある。なんなら、何人かは一軍で十分な出場機会を与えられなさそうだしね。ファンの反発は受けるだろうが、個人的には他球団の先発候補とトレードを検討してもいいと思う。特にオリックスは DeNA とは対照的に、投手の人材が豊富な一方で、やや野手の人材が枯渇しつつある状況だ。今季は山本由伸、山崎福也の対談、山下俊平他の不調があっても、投手貢献は12球団屈指を維持してるもんね。DeNA のこれまでのチーム編成や球団首脳陣の発言からは、ファンの反感を招くような大規模な放出や大幅なメンバーの入れ替えを行うことは予想できない。ただし、フロントが適切に手腕を発揮すれば、優勝に近づく可能性のある現状を考えると、ある程度のリスクを承知の上で、積極的な戦略を展開する余地もあるように思える。編成の腕の見どころね。最後にチームの財政状況に少しだけ触れておこう。2024開幕前の時点で、総年俸は 36.2 億円。これは12球団全体7位で、リーグ内では5位に当たる額だ。ただ、3位中日、4位阪神とは大きな差はなく、リーグ中位レベルと見ていい。DeNA は近年観客動員数やグッズの売上増加によって、球団の収益増加している。そのため2015年開幕時点では総年俸 19.1 億円と、12球団ワースト級だったが、2023年開幕前には 40.4 億円まで予算を増加させているんだ。10年足らずで倍近くも増えてたの。球団運営会社の決算を見ても、過去5年間は連続で黒字を記録。具体的な予算の上限は不明だが、ここというタイミングで勝負を仕掛けられるだけの懐事情と見ていいだろう。そうなるとペイロールに空きを作るために、既存の人員を積極的に整理することはなさそうだね。チームの置かれている状況がわかっただろう。
ここから具体的な戦力外候補選手の名前を挙げる前に、いくつかの補足だ。2024年の DeNA は支配下登録期限の7月末時点で、69名を保有している。過去10年のドラフトで指名した支配下選手の平均人数は 6.8 名。ドラフトでは7名前後を指名するだろう。通常どこの球団も開幕前の時点では、外国人補強や育成枠の支配下契約などの可能性を考慮して、65名前後で開幕するから、オフに補強することも考慮すると、12名前後は戦力外にする必要があるわね。なお今回は厳密に12名を予想するわけではなく、候補者をリストアップしていく形を取らせてもらう。また、可能性を ABC の順で割り振っているが、これは A の方が可能性が高いという意味だ。まずは投手から見ていこう。ピッチャーで最も来季の契約が困難と予想されるのは、チーム最年長投手の34歳三島和樹だろう。かつての守護神も、厳しい立場に立たされてるんだ。三島は2021年オフに3年契約を結んだが、翌年8月に胸椎黄色靭帯骨下切除術を受けた影響もあり、ここ3年間の1軍登板は13、27、7と推移している。予期せぬ難病を患ったとはいえ、長期契約期間の貢献度は高くないのね。今季ファームでは20回3分の2を投げて、K%20.2、BB%9.5 と、平均レベルを維持してはいるが、球速平均は最盛期より5キロ近く低下しており、かつてのパフォーマンスとは程遠い状況である。全く戦力として期待できないわけではないけど、一軍での活躍できるほどのコンディションではないのか。術後間もないならまだしも、すでに手術から2年経過してることを考えると、また推定年俸は桑原と並んでチーム9位タイの1億2000万円と高額な点も、気になるポイントだ。仮に残留するとしても、大幅な減俸は避けられないわね。心情的には来季も契約したいところだが、前述の通り DeNA は野手が充実してる一方で、投手はやや人材難な状況である。枠を開けるとしたら、投手の誰かを切らないといけないってことか。いくら予算に余裕が出てきたとはいえ、高額なベテラン救援投手との継続契約は慎重になるべきだろう。B ランクとしたのは森ゆえと、JB ウェンデル兼、ローワンウィックの3人だ。ベテランと外国人リリーバーが候補になってくるのか。ベイスターズ加入1年目の森ゆえとは1軍で3試合の先発を含む10試合に登板し、22回3分の2を消化。23年に2軍で先発でも好成績を残してたから、結構やれるのでは?と見てた専門家もいたよね。だがここまでは防御率 7.94、被打率3割7分1厘と、かなり打ち込まれてしまっている。これで来年33歳、年俸5000万円を考えると、来季の契約は絶望的じゃない。ただ、実は森ゆえとはここまで DER 5割4分8厘、LOB%49.5 と、運の要素が極端に下振れているんだ。どちらの指標も平均は7割前後になるのに、2割近く乖離してるなんて。投手の毒力が現れる K-BB% で見てみると、森ゆえとは 11.5% をマーク、リーグ平均の 11.4% とほぼ同等の値だ。今季先発で活躍している石田雄太郎の 11.6、K の 11.3、ジャクソンの 11.2 とも大差はない。質の面では彼らとの違いはほとんどなかったのね。近年のベイスターズの補強戦略を見ていると、こうしたセイバーメトリクスを活用していることが見受けられる。例えば昨年のオフに戦力外から獲得した中川隼もまた、ファームではセイバー指標が優れていた。ドラフト候補もトラッキングデータを活用して、ボールの質を測っているみたいだしね。DeNA は先発の頭数が十分ではないことを考えると、森ゆえとをバックアッパーとして残す選択肢があってもいいように思える。ドラフトやオフの補強結果次第で、判断を下ろすことになりそうだね。ウェンデル兼、ウィックの二人は、今季ここまで登板数は少ないながら、投球の質は申し分ない。投球回数と K-BB% を見ると、ウェンデル兼は11回で 24.4%、ウィックは25回3分の1で 17.5% だ。救援リーグ平均 K-BB% が 12.2% であることを考えれば、彼ら外科に優秀かお分かりいただけるだろう。外国人枠の兼ね合いで揃って常時1軍とはいかないけど、かなり頼もしい存在ね。必要戦力ではあるが、ネックは年俸と年齢だ。二人はともに31歳で、年俸はウェンデル兼が1億7500万円、ウィックが1億1600万円だ。結構もらってるじゃない。優秀な投手に違いはないが、個人的にはそのリソースを先発に割いた方が適切な配分なように思えるな。NPB では外国人を獲得する際に、内野手、外野手、先発、救援候補など、チーム内でのタイプかぶりをなるべく避ける傾向にある。だが、本来考えるべきは弱点を補う補強だ。先発に強みがないベイスターズなら、なるべく先発候補の外国人を揃えた方がいいってことね。先発ができる投手の多くは、救援でも結果は残しやすい。
その逆はあまりないから、まずは使えそうな先発にリソースを避け、と。ケイ、ジャクソンとの残留交渉の兼ね合いもあるが、おそらくウェンデル兼、ウィックの両方と契約延長することはないのでは？と予想している。有限な予算をどう割り振るのか、フロントの手腕が試されるわね。C ランクには深澤大介、橋本達也、徳山相馬、堀岡隼人、三浦銀次、高田拓人、ジョフレック・ディアスらをリストアップした。結構ボーダーラインの投手が多いのね。このうち、橋本、深澤、徳山の3選手は故障の影響で、育成契約への移行もあると見ている。深澤投手は春先にトミー・ジョン手術をしちゃったもんね。橋本も6月20日に右肩の神経剥離術を行っており、徳山は夏場に腰椎椎間板ヘルニアを患っている。怪我の回復状況次第では、一旦育成に切り替えるかもね。その他の投手たちは今後のパフォーマンス次第で、状況は変わるだろう。ここからの1ヶ月強は実質トライアルみたいなものじゃない。昨年戦力外から獲得した堀岡はここまで1軍でわずか3登板。ただファームでは23回3分の2を投げて、K%22.0%、BB%8.3 と、平均以上の成績を収めている。また堀岡は巨人在籍時代も、ファームでは優秀な三振ダッシュ能力を見せ続けていた選手だ。DeNA フロントは高い K% を見込んで獲得したのかもしれないね。年齢的にもまだ25歳と若く、リリーフのバックアッパーとして残る可能性はあると見ている。一軍での起用の少なさから一応リストに入れたけど、この中では最も来季の契約が近い立場なのね。2021年ドラフト4位の三浦は入団3年間で、一軍登板は7試合。今季はここまで登板機会はなく、ファームでも15試合で K%8.8、BB%14.7% 得点を強いられている。まだ大卒3年目とはいえ、来季の契約は危ぶまれる立場に見えるわ。2020年ドラフト6位の高田拓人は入団4年間で、一軍登板機会はなし。ファームでは年々 K% と BB% を悪化させており、今季はここまで8試合に投げて、K%4.8、BB%19.4 と、制球難に陥っているようだ。高卒4年目でも、ここまで結果が出てないとなると、危機的な状況かもね。ジョフレック・ディアスは今シーズンの途中に、育成から支配下契約を勝ち取った投手だ。特徴としては K% と BB% の両方が高く、三振も奪えるがその利得を支給で吐き出すというタイプだ。コントロールに課題を残すのね。年齢的にもまだ25歳と若く、年俸も650万円と非常に安い。外国人枠の兼ね合いで主戦力としてはいかないけど、リリーフの保険として残す可能性はありそうじゃない。外国人選手の去就次第だが、コストを考えれば、残留の線で考えてると見て良さそうだ。ここからは野手をポジション別に見ていこう。まず最初は星からだ。DeNA はベストナイン最有力候補の山本選手がいて、さらに松尾選手も抱えてるから、星はチームで最も充実してるポジションだよね。山本は25歳と若く、松尾に至ってはまだ20歳だ。現有戦力、中長期性のどちらも大きな問題はないと見ていいだろう。松尾選手をコンバートするとしたら、状況が変わるかなくらいって感じね。DeNA はベテラン捕手の伊藤光、戸柱康隆と長期契約を交わしており、それぞれ2025年、2027年までの在籍が確定している。そうなると、もし誰かを戦力外にするとしたら、中堅か若手の誰かが対象ってことか。今期の捕手事情は支配下登録枠が7名、育成契約が2名となっている。そのうち、23歳の東純平はファームでほぼ外野手として出場しており、ひょっとしたら首脳陣は外野手へのコンバートを検討しているかもしれない。山本、松尾に挟まれて、ベテラン捕手の長期保有が確定してる状況を考えると、別のポジションに活路を見出そうとするのも納得だわ。なので、東を引き続き捕手として考えるかどうかで、捕手登録選手を戦力外するかが変わるだろう。その場合の対象は23歳の益子恭介か、上甲良太だ。益子はプロ6年間で1軍出場はわずか5試合で、今季の出場はなし。ファームでは毎年リーグ平均並みの打撃成績を残しているが、2020年以降は大きな成績向上は見られず、若干成績の頭打ち感は否めない。保守でリーグ平均打てるのは見込みあるけど、一軍起用を睨むならもう少し突き抜けないと厳しいもんね。その息子と同級生の上皇は22年に育成ドラ1で入団し、2023年のシーズン中に支配下契約を勝ち取った。ただこの2年間はファームでもリーグ平均以下の成績しか残せておらず、現状打撃に関しては非凡なものがあるようには見えない。天井が見え始めてるけど一定の打力を示している益子選手か、まだ2年しかやってない上皇選手のポテンシャルに期待するかって感じか。続いては内野手について見ていこう。内野であまり状況がよろしくないのは25歳の西牧健二だ。
仙台育英時代に夏の甲子園の決勝戦で、1年生ながら代打でヒットを打った時は、小柄だけどものすごい才能の選手がいるもんだと思ったんだけどな。西牧の DeNA 加入後の一軍出場実績は昨シーズンが7試合、そして今季はここまで出場0だ。なかなか出番をもらえてないのね。ロッテ時代からファームではリーグ平均並みの打撃成績を残していたが、やや頭打ちになっているのは否めない。先ほどのマスコ選手同様、伸び悩み気味なんだ。身長167センチを考えれば、肉体的にも成長の限界に達している可能性はあるだろう。加えて自分より若い二遊間候補が出てきていることを考慮すると、今後はますます立場が苦しくなるわね。西牧選手が残留するかどうかは、ベテラン内野手の処遇をどうするか次第だろうな。B ランクには30代の大和、西浦直道選手を挙げてるもんね。36歳の大和は主に代打や守備固め、対左自のスタメンとして、38試合に出場。打が91打席に立って、打率2割5分6厘、OPS568 と、バットで結果を残すことはできていない。元々の持ち味だった守備面でも、年々守備範囲が狭くなっており、攻守両面で貢献度は大幅減少傾向にある。FA 移籍してきた経緯を考えると、無下にはできないけど、いつまでも戦力としては見積もれないわね。年俸も7000万円と決して安くないことを考えると、ある程度シビアな判断は求められるように思うが、現在のベイスターズはかつて大和選手がやってたような役割を、強打選手がこなすようになってるしね。もう一人のベテラン内野手である西浦と大和選手のどちらかが、退団するのでは?と予想している。西浦選手の今シーズンはどうなってるの?今季はここまで6試合の出場で、13打席に立って OPS558 の成績しか残っていない。ただファームでは166打席で OPS716 と、リーグ平均以上の打力をマークしている。また守備面でも、出場機会がばらけてるので参考程度だが、内野全ポジションを破綻なく守れているぞ。レギュラー級ではないけど、保険的なバックアッパーとして置いておきたい存在ね。個人的には大和より3歳若く、年俸もリーズナブルな西浦の方が貢献期間は長く取れると思うが、果たして編成部はどう判断するだろうか。もう一人去就が気になるのは、シーズン途中加入した32歳のマイク・フォードだ。去年メジャーで16本塁打、OPS798 の実績を残した打者だけに、どれだけやるのか楽しみにしてたけど、ほとんど使われてないもんね。オールスター明けに一軍出場したが、あれはオースティンの脳震盪特例措置による緊急昇格だったからな。どの程度一軍でやれるのか未知数のまま、オースティン選手復帰に伴って二軍落ちしたし、球団は何を考えていたの?おそらく同じポジションのオースティン、筒香嘉智のバックアップの意味合いで獲得したのだろう。またこれは私の推測だが、佐野圭太選手が国内 FA 権を獲得したことも多少は関係しているだろう。仮に佐野選手が流出した場合の代替要因ってことね。それならどうしてシーズン途中に獲得したの?おそらく冬の期間になると、日米の球団間で争奪戦になる可能性があるため、シーズン中にアメリカの球団と自由契約になったタイミングを狙って獲得に動いたのだろう。ファームで日本の環境に慣れさせつつ、何かあれば一軍にコールアップさせつつ、本格的に戦力として起用するのは翌年だと。こんなこと言ってたら、オフにあっさりリリースされるかもしれないがな。いずれにせよこうした資金の使い方を見るに、DeNA の懐具合は相当いいことが伺えるな。バックアッパーとしてフォードを残留させたら、確信に変わるわ。最後に外野手の話をしよう。今年は外野の若手有望株が一気に台頭してきた年だから、結果を残せてない選手は覚悟が必要そうだね。最も契約が危ぶまれるのは外野手では最年長の34歳太田大志だろう。長らく未完の待機と言われてきた太田選手も、もうそんな年齢になるのか。太田はここまで一軍での出場はなく、ファームでも151打席に立って、打率2割3分4厘、OPS594 と、バットで結果を残すことができていない。コールアップされないのも頷ける結果ね。同タイプで、26歳の海老名が一軍定着しつつある状況を考えると、来季の見通しはあまり明るいものではないかもしれないだろう。最後の奮起に期待したいわね。太田と似たような境遇に立たされているのが、30歳の上里和樹だ。似たタイプで24歳と若い梶原選手が台頭してきたことで、一気に出番を失ってしまったもんね。上里はここまで一軍出場はわずか15試合。ファームでは122打席ながら、打率2割9分2厘、OPS783 で結果を出しているが、なかなか一軍に呼ばれていないんだ。二軍で結果残しても昇格しないってのが、状況の苦しさを如実に表してるわね。上里のチーム内でのプライオリティが下がっているのは明白だろう。ただ太田選手よりも4歳若いことも考慮して、上里は B ランクとした。若手が台頭しつつあるとはいえ、外野は確固たるレギュラーはいないから、バックアップ的な意味合いで残す可能性もあるもんね。
C ランクには29歳楠本大志、24歳勝俣敦の2人の名前を挙げた。楠本は2022年に1軍で94試合、327打席に立って、OPS683 を記録し、準レギュラーとなった選手だ。毎年ファームでは好成績を残していた選手だけに、一気に主力の座をつかみたかったが、2022年をピークに出場機会が減少。今季はここまで17試合の出場にとどまり、OPS448 と結果も残せていない。来年30歳という年齢を考えると、これ以上の成績は望めないとフロントが判断してもおかしくないわね。勝俣は投手で入団、野手転向、育成落ち、再支配下契約と、なかなか波乱万丈なキャリアを歩んでる選手だ。本格的に野手に転向して3年目となった今季は、5月7日に右有効骨摘出術、6月には実戦復帰したものの、故障の影響か、ファームでの打撃成績は年々低下しており、2022年以降の OPS は801、684、556となっている。打者転向1年目が一番良かったんじゃない。ただ勝俣はまだ24歳と若く、センターを平均以上にこなせる守備力も持ち合わせるのは魅力だ。勝俣にとっては幸いなことに、DeNA の主力外野手の多くは30代に突入しており、来季20代で1軍経験がある外野手は、渡来、梶原、海老名しかいないんだ。佐野、楠本、関根大輝が来年一気に30歳になるから、意外に若い世代の外野手少ないのね。ただし、外野は保守や内野手からコンバートしやすく、また外国人補強でポジションが埋まる可能性もある。若いからといって、うかうかはしてられない状況であることは間違いないわね。皆さんはこのリストをご覧になってどう思われましたか？私ならこうする、ここがおかしい、ベイスターズのことをわかってない、など、忌憚のない意見をぜひコメントしてください。